汚いな。辺境泊の邸宅というより物乞いのあばら屋みたいだ。ダンディリオンは面白い友達を作ったな。足跡か。銀の容器、下水道で見つけたものと似てる。手紙、それにボトルだ。誕生年のワイン、極めて上質なものです。驚くほどの芳香、ぜひお試しを。終わったら元の位置にお戻しください。誕生年か、ダンデリオンか、シリのものか。1245から54年。音がした。隣の部屋だろう。隠し部屋か。ダンディリオンと仲間が強盗を計画した場所だろう。砂糖、それにワイバーンの油に浸された物質、うん、カリウムか。ここで爆弾の作り方の指示書、カルクスタインの署名がある。ワイバーンの油だ。シリエ、メンジに追われてる。奴が宝を奪い、ダンディリオンも捕まった。逃げるんだ。足音か。まずいな。まさかここで会うとはな。しかもトリスと一緒とは。魔法が使える者がいれば助かると思ったんだ。爆弾に刻まれたルーン、あの意味を知りたくてな。君も知りたいのか、トリス。いいえ、お金のためだけよ。皮肉な唯物主義者を演じるメリーゴールドか。最高だ。本当のところ、トリスが来たのは理想のためだ。仲間を救うには金がいる。宝を取り戻したら俺が彼女を助ける立場になるだろう。ところでボークレール人は言葉遣いが悪くて恐縮なんだが、俺の金を盗んだクソ野郎は見つかったか。待て、まずはここにいる理由を言え。いたさ、何か分かれば知らせに行くと。そうだ、だがお前が心配だった。万事順調かどうか目に立ち寄ったんだ。ふざけるな、信用してないのか。お前が俺を信用する程度には信用する。つまり全然だ。まさに健全な関係だな。基地に富んだ言葉の応酬を聞けて本当に光栄だわ。でも忘れないで、あなたたちと違って私は毎回命がけで外に出てる。ここに来た時もね。だからいい加減本題に入ってもらえる。無駄な手間をかけたな。爆弾を調べても無意味だ。なぜだ。宝を盗んだのは誰か分かった。聖堂衛兵団の団長カレブ・メンジだ。おやおや、メリーゴールド、君の報酬は報復とセットのようだぞ。ゲラルト、分かったことを教えてもらえるかな。早く知りたいんだ。ヘンケルに聞いた。老人は元気だ。債権者から逃げるために死んだふりをしたんだ。妙だな、借金があったとは初耳だ。あったんだ。メンジは強盗に手を貸せば面倒を見てやると。ゲラルト、どう上品に言ったものか。ふざけるな。お前の尻からひり出した作り話で騙せると思ったなら俺のことを少しも分かっていない。確かに嘘だ。だが一部だけだ。半分がライオンやワシの怪物なんかの話は聞いたことがあるが、半分真実の話が存在するなどとは納得できん。とにかくやってみる。
ヘンケルには会っていないが、メンジは確かに宝を持っている。水晶玉でも覗き込んで占ったのか。さあな、企業秘密だ。何か隠してるな。我慢できないことの一つだ、ニルフガード人以上にな。だがこれはビジネスであって結婚ではない。全てが嘘でもなかろう、お前は人を騙すのがうまいやつではないからな。メンジは最近大金を使っていた。だが形式上奴はビタ一文持っていないはずだ。次は何を。メンジは夜を不当で過ごすらしい。ウィッチハンターの兵舎だ。会いに行ってどこに俺の金を保管しているのか聞こう。では俺たちが汚れ仕事をする間のんびり座ってるつもりか。誰かを利用できるときはいつもそうする主義だ。便利だろう。しかも安全だ。おい、メンジが怖いと認めろよ。もちろん怖いと思う。極めて危険なクズ野郎だ。トリスも同意するだろう。そういう表現はしないけど、発言の趣旨には同意するわ。メンジが喜んで何かを認めるとは思えん。俺もだ。苦難を共にしたウィッチャーと女魔術師を雇えたのは幸運だ。私たちの過去に何の関係が。たくさんある。恋人同士は片方のためなら地獄に飛び込む。まさにこの仕事にぴったりだ。すなわちお前たちがハンターの兵舎を生きて出られる可能性が大幅に高まる。俺の宝と一緒にな。言い換えれば利用してるんだな。利用？まさか。二人の絆を最大限に活用してるだけだ。さて、もう行かなくては。幸運を祈る。訂正すると思った。あの恋人たちってどこ。自分で訂正できただろう。確かに。でも簡単に言えることじゃないでしょ。話がそれたわね。宝を取り戻さなきゃ。トリス、正直に言おう。ディグストラの金には全く関心がない。やっぱりね。シリのことでしょ。ああ、メンジはどこかにダンディリオンを拘束し、ダンディリオンはシリに会ってる。じゃあ話は別だわ。聞いて。真夜中に港の東にある教団の礼拝堂に来て、一緒にウィッチハンターの兵舎に入る方法を考えましょう。わかった。じゃあまた。助かるよ。くれたのね。いい？建物を見て。良くない感じでしょ。少しは塗装や修繕が必要って意味か。まるで要塞だって意味。高い塀、門番、そして武装した兵士。忍び込むのは無理だし、突入しても無駄よ。メンジに逃げる時間を与えてしまう。どんな提案が。この枷を持って、私につけて。トリス、本気か。こんな場所で、囚人監視の下で。意外かもしれないけど、カセは寝室の外でも使い道があるの。考えてみて。トリスメリゴールドをウィッチハンターに差し出せば、門を開けるだけでなく、メンジと直接会わせてくれる。ダメだ、危険すぎる。ダンディリオンの命がかかってる。シリの命もね。危険を冒す価値はある。トリス、考えてみろ。本当に自ら敵地に入るつもりか。しかも縛られたまま。ええ。ダメだ、許可できない。心配はありがたいけど、もう決意したの。帰るつもりはないわ。分かった。奴らを騙せたとして、次はメンジの首に剣を当ててダンディリオンの居場所を聞くのか。無駄でしょうね。メンジはクズだけど、死を恐れるような男じゃない。狂信者はいつもそうだから頭にくる。
じゃあ、釜をかけて話させるか。そうね。女魔術師会の情報があるとか、フィリパの話もいいわね。誰よりも憎んでいるから、何か思いつくでしょ。待て。礼を言いたい。やめてよ。誰でもできることよ。違う。誰でもじゃない。やめて。女魔術師に赤面は似合わないわ。宝はどうする。途中で何か分かればいいってくらいね。魔術師たちを助けるために金がいるんだろう。ええ、でも稼ぐ方法はたくさんある。今一番重要なのはそれじゃないだけ。まだ嫌な予感がするが仕方ない。行こう。ゲラルト、忘れないで。私は一人で大丈夫。何を言ってるんだ。ウィッチハンターは私を女性扱いはしないでしょう。でも生き抜くわ。少し痛い目にあっても。大切なのはシリオ。やるべきことをやって、何が起ころうともね。約束はできない。それでもお願いよ。いい。ああ、分かった。